ファイアオランジパン、ファイアオランジパン、ハロージャパン。はい、どうも皆さんこんにちは。はい、インドネシア語で挨拶をしました。まあね、ハムスターに関して結構動画を上げてきたわけですけども、ちょっとね気になることがあるんですよ。はい、それは何かというとこのねゲージに話した時、まあこれね、なんだろうな、平安法をさせるための、まあ、隔離施設なんですけど、まあ、このね、滑車で走る子もいれば、まあ、こちらのね、ゲージをガジガジする子。まあ、そういった子もね、まあ、かなり多いわけなんですよ。で、ゲージをね、ガジガジする子。いやー、これはね、なんでゲージをガジガジするかね、ちょっと考えてたんですよ。うん。まあね、なんだろうな、ちょっとね、歯が伸びちゃってるのかなと思って。で、そのわけとしては、まあ、うちね、まあ、こちら、はい。普通のクリアーのね、こちらね、グラスハーモニーの、ゲージを使っていて、まあ、ガジガジできないんですよね。ガジガジする場所がないと。で、かじり木入れてあげるんですけど、まあ、そこまで噛まないんですよね、木は。うん。木に関してはそんなに噛まないです。だけども、こちらはね、こちらの、はい、こちらの方、網に関しては、網金網に関してはすごいガジガジするんですよね。だからね、ちょっと歯の伸びすぎにはね、注意しようかなと思います。はい、さやオランジュパン、ハローということでね、こんな感じで可愛いね、ハムちゃんをこれからもね、撮影していきたいと思いますので、ご視聴の方よろしくお願いいたします。危ない危ない危ない、脱走しちゃう、脱走しちゃダメだよ、脱走しちゃダメだよ、脱走しちゃダメですよ、迫ってこないで。うん、撮影するの楽しいですね。まあ、最後にね、ハムちゃんの、この脱走した姿をね、皆様にお届けして終わりにしようかなと思います。どこ行った、どこ行った、ガチで危ない危ない、止まって止まって、そっちはダメ、そっちはダメです、そっちはダメです、こっちです、こっちです、こっちです、はい、こっちです。クシクシしてますね。